日立のテープレコーダーです。日立製作所が1960年代から1970年代にかけて製造したトランジスタ方式のオープンリールテープレコーダーで、このデッキは当時の家庭用音響機器として非常に人気がありました。テープレコーダーの発展に至るまでの音声記録技術は19世紀に遡ります。エジソンの蓄音機やベルリナーのグラモフォンは音声を機械的に記録・再生する装置でした。これらの装置は物理的に溝を刻むことで音を記録し、再生時にはその溝を針で読み取って音を再現しました。磁気テープを使ったテープレコーダーの基礎は1928年にドイツのフリッツ・プフライマーによって開発されました。その後、1930年代に最初の実用的な磁気テープレコーダー、マグネトフォンを開発しました。この装置は磁気テープを使った録音技術の基礎を築き、第二次世界大戦中にドイツ軍で使用されました。1940年代、第二次世界大戦後、テープレコーダー技術は急速に進化し、商業用に普及し始めました。特にアメリカのアンペックスが開発したテープレコーダーは、放送局やスタジオで広く使用され、音楽やラジオ番組の録音に革命をもたらしました。1950年代はテープレコーダー技術が一般家庭に浸透し始めた黎明期です。この時代、日立はまだテープレコーダー市場に本格的に参入していませんでしたが、電気技術の発展に伴いラジオやオーディオ機器の分野で着実に技術力を蓄積していました。1960年代に入ると日立はトランジスタ技術を駆使して家庭用テープレコーダーの開発を本格化させました。この時代、オーディオ機器は真空管からトランジスタへと急速に移行しており、日立もこれに追随しました。現在、テープレコーダーは音楽制作やオーディオマニアの間でヴィンテージ機器として再評価されています。特にアナログ特有の温かみのある音質を求める人々にとって、テープレコーダーは魅力的なツールとなっています。またカセットテープの復刻ブームも一部で見られ、回顧的な要素として楽しむ文化が再び生まれています。